駿河湾と千本浜。右手前は、島郷海岸駿河湾と富士海岸駿河湾と富士海岸千本浜の傍聴亭と千本松原千本浜は、静岡県沼津市の海岸。夏場には千本浜海水浴場として賑わう。駿河湾の湾を、沼津港の脇から富士市の富士川河口までの約 19km にわたる富士海岸の東端駅が千本浜である。 傍聴堤と千本松原の松林が市街地とを隔てる。沼津港の防波堤による添いの影響などにより、襲来波浪の増大して砂浜の侵食が生じ、1991年から渚リフレッシュ事業として人工リーフや傾斜堤の設置、用品が行われ1999年度末に事業が完了した。 東海地震で懸念される津波の被害を防ぐため、海岸線に沿って、傍聴堤が造成されている。このため千本松原の景観を損ねているとの意見もある。その一方で、傍聴堤上は長く連なる遊歩道となっており、地元住民のランニングコースや散歩に利用され、観光客も訪れる。毎年10月中旬には、市主催の 千本浜ファミリーマラソン大会が行われる。毎年8月後半には市民協産による花火大会サンセットページェントが開催されていた。この祭りは毎年7月末に開催される沼津夏祭り狩野川花火大会と並んで同地域を代表する花火大会であったが2011年に廃止された。ありがとうございます。